さんいかがお過ごしでしょうか。今日開封する商品はこちらでございます。ジェンジーン、アニアアニマルアドベンチャーメガロドンでございます。今日はこちらを開封します。それでは始めます。メガロドンです。大きいサメです。昔いた巨大なサメですね。外箱はこんな感じです。メガロドン、特徴、細かいギザギザのある分厚くて大きな三角形の歯を持っていた最も有名なサメです。上の歯の付け根から下の歯の付け根まで口を開くと 1.3 メートルあります。大きく開きますね。全長は16メートル。生息していたのは中新世、だいたい2300万年前から500万年前の時代に生きていたんですね。そしてクジラや魚などを食べていたそうです。そして水に浮くって書いてありますね。水に浮く、いいね、いいギミックですね。そして気になるここ、ホオジロザメ付き。ホオジロザメは今も生きてますからね。こちらとこちらを比べれるようになっているんですね。それはいい。そしてここに見てください。ドドーンとメガロドンがホオジロザメを加えています。ホオジロザメがこんなに小さく見えるという恐ろしい大きさのサメなんですね。そしてこちら、図鑑カードが2枚付いている。いいですね。日本語版と英語版、両方が入っているそうです。そして上面にはこのように書いてあります。口が開くよ、背びれが動くよ、水に浮くよ、サメです、メガロドン。いいですね。それでは開封します。バカ武器。ではせっかくなんで、このホオジロザメから見ていきましょう。大きさの差がわかるからね。いきますよ。 3,2,1 キュー。あー、かわいいちっちゃ、めっちゃちっちゃ。小さい、すごく小さい。ホオジロザメとは思えない小ささ。なんか可愛いですね。じゃあ君、ここにいてください。それでは主役の登場です。 3,2,1 キュー。ブーでかっ。うわちょっとこの差見てくださいよ。これ遠近感してませんからね、さほども。これ並んでますからね、これ。あー、ホオジロザメが小魚に見える。ちょっとこの差見て、ほらこれだよ、これ、ほら、これがホオジロザメです。これがメガロドン、昔いた大きなサメで、これ尻尾が動くギミックになってますね。そして口も開きます。ガバ、うわ、ここ 1.3 メートル開く。じゃあこれちょっと食べさせてみましょうか。これガブ、もうメガロドンにかかったらホオジロザメなんてガブですよ、これ。そして質感はとってもリアルにできています。なんかすべすべの体ですね。サメ肌感はありません。そしてこのリアルな顔つき、ガバ食べますよ。そしてこのサメの目、ここ、こんなのに睨まれたらたまりませんな。そしてここのエラですかね、ボコボコになっててエラ呼吸をするところなんでしょうね。そしてお腹はこんな感じ。色合いがとってもリアルに作られていますね。塗装もしっかりしています。リアルです。そして図鑑カードが2枚付いている。これは嬉しいですね。これが日本語版ですね。そしてこっちが英語版です。英語で表記されています。これを集めるのも楽しくなりそうな感じですね。それでは今日はこの辺にしたいと思います。高評価、グッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またお会いしましょう。バイバイ。